じゃ逮捕。本当そうですよ。マジっすか。マジで。それかなりやばくないっすか。だからもう。はい、札幌オールナイト美容室早まがしのことです。3月に黒染めをしてるんですよね。はい、で3月にモデルさん黒染めをしてて、お仕事の関係で希望の色は結構明るくて、希望の色は結構ブリーチしてる色なんですよね。でブリーチしてる色なんですけど、ブリーチができないということで、通常のカラーで、明るくしていきたいと思います。で、まあ普通に明るくしてもちょっと、普通になっちゃうんで、ちょっと顔周りだったり、この中の毛とかを若干少し2トーンぐらい変化をつけてやっていこうかなと思います。基本的には一番明るくなるヘア、普通のカラーで、なるべくトーンを上げていけたらいいかなと思ってます。ブリーチは一切使いません。で、カットは結構毛先のそぎが結構入ってるんで、逆に毛先の方重さを出せたらいいかなと思います。毛先がちょっと軽いのを逆にこうプラスして毛量をちょっと増えて、さらに綺麗なエラインに見えるようにちょっとしているというと、前髪を結構かき上げられるので、そこが綺麗につながるようにしていけたらいいかなと思うんで、あんまり長さは切らないかなと思います。サイド顔周りから、このバックの三つ襟のところをちょっと色を変えて、ここはスローのエージュ、アッシュの10とバイオレットの白芯、スローですね、スローカラーの方をちょっと入れていきます。で全体の方は、C の14ライトナーですね、スローの C の14に、アディクシーのブルーを混ぜます。はい、アディクシーのブルーを 20% 入れましたっていうだけですね。で、根元の方はとりあえず根元をちょっと外して塗って、根元の方が明るくなっちゃう可能性が非常に高いので、根元の方はさらにアディクシーブルーを残液に足してちょっとこっちを暗くしてグラデーションになるようにちょっとやっていきたいと思います。まず、この顔周りのランダムに取ったこの顔周りのところからまず塗っていきたいと思います。結構僕手で塗っちゃうんですけど、傷むので基本長い場合はもう手で塗っていっちゃいます。結構タイムラグを作りたくないので、やはりちょっと早めに塗った方がいいです。で今回みたいなカットラインが今毛先が、何すかそれ、何動画、これストーリーです。ストーリー、あ、ストーリー。え、それは知り合いの人、知り合いだったりモデルだったり、これは知り合い。面白いですね。自分でアップするんですか。しますね。それ、ごめん、ちょっとあんま知らないけどさ、それさ、それもさ、インスタと同じなの、フォロワーとかたくさんいるとか、そういうこと。なんかストーリーは、一日し更新してから一日しかもうここに残らなくて、なんか上に出るんですよ。こっちはなんか投稿したらずっと残るじゃないですか。残るね。でもこっちは一日で消えちゃうから。あ、そうなんだ。知らなかった。気軽になんかツイッターみたいな感じで。じゃあ残せないんだ。いや、保存したいときは保存ボタンがあって、うん、全部動画なの。動画だったり写真だったり。ああ、写真もできるんだ。ええー、かわいい。結構その人はよく見るんですか。これそもそも、あ、これこれ来たわけ。かわいい。すげえ。サロンモデルとかやってるんですよ。すげえな。やっぱレベルが、遺伝子やばいですね。めっちゃ可愛い。これ着たら超えてんじゃないですか。確かに、妹の方が多分可愛い。確かに妹の方が可愛い。妹めっちゃパリピなんですよ。そうなんだ。
日飲んで、なんかパックコンビニで売ってるパックの鬼殺し、鬼殺し、はい、あれとか毎日飲んでるみたいな。23歳か4歳はそんなに毎日クラブ行ってみたいな。やばいっすねそれそれよ、それアップされてるのしたらクラブ行ってんのも、はい、それ無理やり行ってるとかじゃなくて本気で好きなんだね。毎日なんか飲んだくれてる。そんな感じの顔しないけどそうなんだ、相当相当っすねそれ。その辺一緒なんじゃないですか違うっすか。いやクラブ行ったりしないですか。クラブは行きますけど。札幌だったらどこ行くの。キングムーン行くの。キングムーンかリベロ。はい、でもなんかリベロ治安悪いから。え、立ち合われよ。結構言われる、声かけられるんですか。なんか声かけられるのはキングブーの方が多いんですけど、はい、なんかリビエラはなんかその辺でなんかチューしてる人とかいたり、はい、なんかあんま、あ、そうなんですね。ちょっと治安悪いですね。キングブーはなんか、はい、あんまそういうのないんですけど、もうちょっと楽しもうかみたいな感じ。そうです。なんか結構初心者っていうか、はいはい、あまり慣れてない人たちも来るから。リビエラだとすごいなんか触られるし、治安悪い。あ、そうなんだ。すごい触られる。それ外国人に。いや、日本人です。え、マジですか。外国人ほとんどいないですよ、リビエラとか、うん、え、触られるってどういうこと。普通に歩いてて、普通にすれ違いざまとか。マジ。めっちゃ逮捕じゃ逮捕本当そうですよ。マジっすか。マジで。それかなりヤバくないっすか。だからもうあんまりリベラ行かなくなりました。それは結構それやんちゃな人たち多いんですね。そうですね。荒れてますね世の中。キングヌーが3時に基本閉まるから、はいはい、リベラは朝まで行ってるから、うん、キングムーで結構ベロベロになった人たちがリベラに3時、キングムーが3時に閉まったらリベラに流れるみたいな、うん、だからリベラにいる人はかなりなんかベロベロだし。やだ、めんどくさいです。それはやばいっすね。でもたまにやっぱ行くんでしょ。でも本当にたまにです、リベラは。あ、まあ、ちょっと行きたくなくなっちゃいますねそれだと。でも逆に言ったらそれが良くていく人もいるでしょ。そうですね。分かんない女の子とかで、分かんないけど結構友達でもなんか出会い目的とかで行く人だと、はい、リベラ行こうっていう人が多いですね。ああ、そうなんですね。じゃあそういうことか、分かった。なんか別にそれでもいいとか、それで仲良くなってなんか一緒に帰ってもいいやんって人はリベラです。キングムーンって知らないと思う。あ、そっか、これ入ってるんだ。あ、でも今カットしますね。カットした方がいいですよね、今。どうなんだ。今でも問題ないですよね、本人的には。本人的なやつは全部カットします。 NG のやつは NG、 そんな NG ない、はい、で、これ今、毛先塗りまして、ここは、C の14とアディクシー20番なんですけど、まだ根元塗ってなくて、で根元は、グラつけたいんで、ここにさらにアディクシーを、アディクシーのブルーをちょっと足して根元側をちょっと、暗めにしていきます。残液に対して約 20% さらに足します。はい、リビエラに行ったら危ないってことですね。リビエラに行くと触られるという。なんで北海道にもし来た方は、キングムーンに行ってください。リビエラキングムーンもね、もうずっとやってなかったけど、やっとお店じゃないや、オープンしたから。北海道に来た際はリビエラに行くのはちょっと治安が悪いので、ということでした。そうですね。厳しいんですよね。クラブ情報ちょっと聞かせて。それはちょっと最近それは分かんないから。か、個人情報あまり内容で話して、ね、ちょ編集するのがめんどくさいから。ちょっとここから名前言えないですけど、
札幌の、すすきののクラブ情報をお伝えしたいと思います。これだってかなり地味だからさ、なんかやることが伝えることがあんまないというか。そうなんですね。だからクラブ情報をここからあの今根元の方を塗ってるんですけど、ここはリクシーさらに 20% プラスしたものを塗って根元の方をちょっと暗めに仕上げていってます。はい、まずクラブ情報をじゃあここからお伝えしていきますね。なんかムーがどうでしょうか。はい、厳しくて店員が、キングムーンはまず店員が厳しい、すごい厳しい。何が厳しいの。まずなんか入るときも、はい、あのサンダルがダメとか、そういうこと。サンダルダメだし、女の子は大丈夫でしょ。いや結構あります。それは何、髪上がりとダメとか。いや髪は大丈夫なんですけど。酔っ払ってたらダメ。あ、酔っ払ってたらダメです。酔っ払ってたらダメ。酔っ払ってたら入れて、結構ベロベロだったらもう入れてくれないし。あ、そうなんだ。なんか、え、なんて言われんの。もうダメですみたいな。もう本当にストレートに言われますよ。怖い顔して無理です、入れないですみたいな。入れませんみたいな、こんな状態じゃんみたいな。入れるし、あと断られる時はどういう時ですか。服装、タンクトップダメだし。タンクトップがダメなの。え、それドレスコードがあるってこと。ドレスコードあります。メンズめっちゃうるさそうだね。したら女の子はまだあれだかもしれない。サンダルダメ、ピンヒールダメ。え、ピンヒールダメなんですか。危ないから。はめるのがついてないとダメ。スポッてはめるやつ。あ、踊るからってこと。踊るからってそんな大してみんな持ってないんですけど。何それ、そんなことあるの。ジャージスウェットダメ。あ、タトゥーとか絶対入れないし。タトゥー入ってたらもうダメなんですか。ダメです。え、じゃあタトゥーはどうすんの。タトゥーは見えないようにするか、でも見えるところにあったらもう絶対ダメです。タトゥーみんな入ってんじゃん。T シャツ着ていけないようにしたら。なんか温泉みたい。銭湯のタトゥーダメって知らなかった。それめっちゃ厳しいです。入らない日結構あります。考えていかないと、何も考えないで服着て飲みに行って、はい、もう行こうってなれないんです。え、入れるでしょ。断られたことあるんですか。え、まずこの靴ダメって言われました。普通に止めるとこついてるのに、止めるとこついてるじゃないですか。ついてるのにダメって言われて。でもなんか仲いい店員さんいて、なんかその人に特別にいいよって言ってもらったんですけど。なんかこれもダメですよ。それ全然普通に夏履く普通の靴だと思います。そうなんですよ。足が出てるからってこと。なんですかね。ありえん。なんか男の人はもう本当にすごいボディチェックされますよ。あの足首とかも触られるし、なんかもう本当にすごいボディチェックされて。男性だったら何がダメなんだろう。なんか短パンダメとか。短パンはいいか。短パンは OK だけど、タンクトップ NG とタトゥーとジャージスウェット。ジャージスウェットあとクロックスとかも絶対ダメだし。ああ、そういうこと。靴なんだ結局。靴のドレスコードはかなりうるさいですね。本当にうるさいです。全員感じ悪いし。ああ、そういう風に教育されてんのか。なんかすごい上から目線だし、もうなんか。そうなの。結構ムカつきます。なんかさ、キングムーとかでそういう揉め事とかあったりしないですか、中とかで。あんまりそれはあんまりないですね。店員と揉めてる人はたまにいるんですけど、やっぱり感じ悪いから。ああ、なんでダメなの。入り口で。だし、中でも暴れるってか。暴れてたらもうすぐ出されるし。ああ、店員さんがもう出ろと、うん、あのなんかわかんない、騒いで言い過ぎてたら。そうですね。酔っ払ってたら。酔っ払うだろ、酒飲むから。いや、そうなんですよ。酔っ払ってたら出されるし。酔っ払ってたら出される。出されます。私なんか普通に女子トイレでも普通に店員さん入ってきた、男の店員さん。あ、入ってきて、でずっとドア開かないとこあったら何してんですかみたいな。あ、なんか潰れてたら友達にこの人も出してくださいみたいな。もう無理ですって。あ、まあそういうドラッグとかね、そういうのが。なんか酔っ払いが厳しいんですよ。酔っ払いがダメなんだ、うん、やっぱそういう、
なんかブランドなのかな。だって来てる DJ とかさ、そんなそれもさ、全然OK そうな人ばっかりしか来てないじゃないですか。なんかそんな大した人は来ないですよ。まあすごい人は来ないですけど。改善していただきたいですね。ちょっとせっかく行きたいって人がいるけど、でもリビエラに行っちゃうとやっぱりいきなり触られたりとか治安が悪いから来たくないですね。お店の人はすごい優しいし、はい、エンドリーでいいんですけど、客がちょっとそれだとやばい、ね、やばいです。皆さんキングムー行くときはクロックス気をつけてください。カンパンにクロックス絶対入れない。あと女子も、え、こういうジーンズはいいんでしょ。肌見るとそれは大丈夫。靴なんだ。そっか。でもさ、あんまりやった人来なくなるよね。そうですね。でも中は混んでるでしょ。中は、でも土日は混んでるでしょ。いつからクラブ、野外とかも行くんですか。行かないです。クラブは好きだったんですか、ちょっと。去年の夏、秋はすごい好きでした。結構なんだけど、なんかどういうジャンルが好きとかあるんですか。そんなに普通に洋楽。洋楽ですか。なんか王道の洋楽が好きです。あ、そうなんですか。ちょっと安い。ということで、今クラブ情報をいろいろ教えていただいてありがとうございます。皆さん気をつけてください。で、今カラー塗り終わったんですけど、これ地味な動画ですけど、ちょっとお話ししていただいたんで多分カットするかもしれない。はいですね。OK、どうしました。いや、なんかするのかなと思って。やばい。やばい。なんかやばい。いや、でもやっぱり毛先が細いから立たないですもんね。これしか。やばい。これだといけますけど。これで一応カラー終わってるんで。毛先の方が結構このように軽いんで、とても美容室で即なということを言われてるみたいで、ただモデルさん軽めが好きなので、どうしてもちょっと軽くしたい、ただここがもう薄い、そげないっていう状態でテイクセニング入ってきます。で、あと膨らみの原因が多分その中の今日の撮影が終わりました。はい、どうでしたか。どうでしたかって難しい。すごいいい感じの髪色になりましたか。はい、カットも結構毛先が軽くて上が重かったんですけど、だいぶバランス的には整って、均一になったかなと思うんですよね。と思うんですよ。なってないかな。ました。ちょっとサザエになったよ。うん、すごい、なんかもう見た目なんか変わりました。ツヤツヤ感がすごい見えました。結構シルエットも長さ変えてないけど、シルエットとかも変わったかなと思うので、うん、はいです。なので、はい、いいねとかシェアとかしていただきますとやる気が出るのでお願いいたします。はい。では皆さん。
今日ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。バイバイ。